創業以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。町の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、皆さんお待たせしました。こんばんはー。こんばんはー。2016年10月25日24時になりましたので、本日も開始したいと思います。キコーナチャンネル関西版、本日はですね、キコーナ八尾大志堂店から生放送いたしております。よろしくお願いします。八尾大志堂店に帰ってくるのは2ヶ月ぶり。先月はそんなに経ちますかね。まあでも1ヶ月以上は空いてます。1ヶ月は空きましたが、はい、皆さんお元気でしょうか。じゃあちょっと久々に番組をね、ご視聴いただくという方のためにも、ちょっと改めて店長から自己紹介を改めてお願いします。はい、店長やらせてもらってます。はい、柏木です。はい、雰囲気です。雰囲気、柏木店長、よろしくお願いします。そしてはい、主任やらせていただいております、村谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。そしてマイクがない。ちょっとじゃあ最後に、あ、社員の花井です。お願いします。花井さん、よろしくお願いします。雰囲気店長、雰囲気店長、なぜか漢字に変換できない店長。雰囲気でいいんですか。雰囲気じゃなくてね、雰囲気ですね。はい、どっちなんですか。はい、雰囲気なんですか。どっちでもいいです。どっちでもいい雰囲気でね、やっていきたいと思いますけど、じゃあすみません、ちょっとマイクをお貸しいただいて。はい、全然聞こえなかったですけど、はい、副主任の西畑。はい、西畑副主任、よろしくお願いします。はい、お願いします。そう、本当にね、久しぶりの八尾大志堂っていうのは配信なんですけど、はい、ちょっと大事な店長からね、お知らせがあるということなんですけど、はい、あ、もう先に、ね、先に言っちゃいます。もっとなんか喋りたかった。喋りたかった。いや多分結構緊張してますよ。はい、大事なことの前にもっといろいろある。店長から初参加です。あ、なるほど。あ、初ではない。ちょっとじゃあ初ということで意気込みを。意気込み。まあ、ご視聴いただいてね、皆さんからも初めてということで、いろいろとお名前もいただけると思うんですけど。かい名前をね。名前、つけてもらえるよ。ああ、名前募集してます。名前募集、ふわっとですね。なんかこういう名前がいいとかね、ありましたら。クッキングパパに似てるんですよ。お、クッキングパパ、もうじゃあそれ名前になってるじゃないですか。クッキングパパになってるじゃないですか。あ、じゃあクッキングパパで。クッキングパパで。はい、お願いします。募集するまでもなかったって、ね。はい。あ、今日はラピートがいない。移動になったの？ラピートだいぶ前からいないですよ。ラピートもうだいぶ前からいなかった。だいぶ前から。どこに行ったかは？なんか山に帰りました。山に帰った。はい、どこかでね、元気にされてたらまた教えてください。コメントもね、たくさんありがとうございます。今日も岩手からお晩です。東京からこんばんは。こんばんは。お願いします。皆さんお晩です。今日も山形県から見てますと、ね。八尾大志堂店でスロット打つのもしかして初めてじゃないの？そうなんです。あら、初です。よくご存知で。ずっとね、パチンコ、蒼天打ったり、北斗と蒼天やったり、ガロやったり、ガローがなんか比率的に多かった気がするんですけど、今日が初ということで、あ、ガロー歌。クッキングパパ、すいません、先ほど、はい、花井さん、似てないって言われて、似てない、まさかの、まあ、結構似てますよ、ほんまに。僕は似てるって言ったことないですけどね。クッキングパパ、よろしくねって、新井から中、新井イコール中、だからネズミにしようかって。新井さんじゃなくて、花井。フラワーのね、もう、はい、新井さんでもいいっていうことなんですけど、今日初めてのスロットなんですけど、じゃあちょっと改めて、はい、結構な八尾大志堂店、スロットが何台あるとかというと、もういろいろとがっつりあるんですけど、はい、中でも、ね、店長の好きな。はい、今日はもう完全に僕の個人的な趣味で、はい、完全に趣味ですね。ハーデスと、はい、凱旋を。はい、打ちたいと思います。お、はい、もうこれは定番機種といいますか、人気機種といいますか。
どうなんですかね。皆さんお好きですか。ハデス好きですね。好きです。お、大好き。大好き。じゃあちょっと、まあゴッドといえばあれをね、弾いてもらわないと始まりませんの で、 で、ね、はい、クッキングパパいけますか。はい、ゴッド大丈夫。全然弾けますね。全然弾ける。全然弾けるような確率なのかな、あれは。3回弾きます。3回ぐらい。今日、はい、2時間のうちに3回弾いちゃう。はい。そして、すいません、ちょっとようやくマイクが来ましたが、はい。入ってます。ちょっと待ってください、ね、しばらく申し訳ない。入ってません。はい、お願いします。はい、ゴッド僕も好きなので、はい、なんとかゴッド弾けたらなと。なんとかゴッド弾けたらなと。謙虚。むちゃくちゃ謙虚。3回言ってた、3回弾く言ってた人なんですか。そして主任、まあ時間内には全然弾けるあれもんじゃないかなと思います。弾けるあれなの、ゴッドって。弾けますよ多分、まあ、最低でも1回ぐらいはちょっと多分、はい、最低でも1回。かなりハードル高いですけど。1人1回ですか。1人1回。1人1回どんな弾きですか。みんな今日どんな弾きなんですか。店長はもちろん。え、僕はまあ1回1回で、はい、最低ラインでいいんだ、はい。降臨するまで帰れないんですかみんなって。でもあの店長、ちょっと番組始まる前に言ってたんですけど、まあまあまあ、今日はもうみんなで打って合わせて万枚行きましょうよみたいなね。そうですね、万枚行くとこ見せましょうよみたいなこと言ってたんでね、うん、はい、2時間まあ、2時間出っ放しになれば1人当たり3000枚ぐらいはいけると思いますので、4人いれば1万枚ぐらい超えることはできると。はい、ちょっとね、八尾大志道展初のスロットということですから頑張っていただきたいと思います。あ、花井くんか、これはごめんなさいというね。実家のペットの下からベッドの下から AV が出てきたネギさん、八尾の皆さん、こんばんは。すいません、コメントありがとうございます。ちょっと余計な、ね、コメントいいですよ。中学生か。久しぶりに実家に帰ったんですよ。で、何があるのかなって見たら、ああ、あったみたいな、ね、何年ぶりかの、 あのタイムカプセルが出てきたんですよ。ずーっと置いてあるんですよ。ずっと置いてあるんですよ。お母さんも優しいです、スロットに詳しい人この中でいますか。誰ですかね。西畑君かな。あ、それなりには最低限の知識を。それなりの、はい、最低限の知識です。え、何ゴッド確率分かるとか、もうそのレベルだったらあれですよ。あ、ゴッド確率は分かります。はい、もうじゃあ誰でも知ってるわ。まあじゃあもう時間もありませんのでね、はい、やっていきましょう。はい、そこまで自信があるなら1人1回出すまで帰れません。今日の企画決定。いや、1人1回はね、なかなかですからね。ちょっとね、ゴッドの音が大きいと思いますので、ちょっと。え、ハーレスがいいな。テープを。僕もハーレスがいい。ジャンクする？僕もハーレスがいいです。コメントでもね、とりあえず3台やからね、もちろん。あ、3台ですか。うん、まあ、外線もハーレスもたくさんありますが、先どうぞ。店長、ハーレスと外線どっちしますか？じゃあ、ハーレスで。店長はハーレス。はい、じゃあ、僕は外線打たせていただきます。譲ってくれた。外線、そして、花井さんはクッキングパパは、クッキングパパ立ち見、立ち見でクッキングパパ、まさかの立ち見で。いやー、皆さんね、ゴッド一回引いていくということですからね。コメントありがとうございます。店長ハート。こっそりこっそり引いといたら、あ、こっそり。それではこれ映んないですかね、両方。あ、一つのカメラでじゃあ2台ずつ映します。だったら行きますね。はい、じゃあちょっとお隣の2人ね、振っていただいて。あ、店長、はい、まだまだね、ハーデスと凱旋どっちが人気とかあるんですか。どうなんですかね、よう似たもんやと思いますけど。店長の中ではハーデスと凱旋は似たものなんですね。あ、いや、個人的にはハーデスが好きです。はい、個人的にはハーデス。あ、もうちょっとね、お金がないんで、はい、最近打ててないんですよ。だからこの場を借りて打たせていただくという、はい、なんという趣味打ち。じゃあこれは何としてでも、まあ逆にプライベートで弾いてたらっていう、あの悔しがるのはね、あるかもしれないですけどね。あ、ハーデス打ってほしい。店長にも頑張ってほしい。仕事終わりで疲れてるのに、花井さん座らせてやってよって、ね、今ね、凱旋打ちますのでね。凱旋で凱旋でいきましょうか。
ちなみに今打ってる台、今日の当たりどれぐらいですか？あ、その辺のね、波といいますか、あるかもしれない。今4人が座ってる台で、今日1の台は、今日1番の台は誰ですか？それ何や、これ店長、店長か。ゴッドを引くとレギュラーが上がってるんですか？そうですね、そうですね。ってなると西畑さんの台が、いや昨日、あ、昨日2回引いてます、ね、昨日2回引いてますね。2回引いてる台がある。まあ、1回2回と増えてるんで、今日は3回引けそうな気が3回引ける。そんな順番に上がっていくのかな。ちょっとレアな立ち回りがね、見えるかもしれないですけど、もう本当にこれ4人で回せば本当に誰かは引いてくれるかもしれませんが、いけますね。いける、はい。ちょっとじゃあ皆さんからもね、今日初登場というクッキングパパにいろいろ聞いていきたいことありましたら、コメントでどんどんいただきたいと思います。お待ちしてます。店長、そういえば先月ね、銀シャリさんが、そうです、八尾大須店にスタッフとして、スタッフとして働きに来られて、はい、ちょっとね、その様子、また店長も一緒にいろいろと活動してましたので、働いてましたので、はい、ブログの方で銀シャリのキコな応援日記をね、チェックしていただければと思います。パパはおいくつなの？クッキングパパ、パパいくつに見えますか？いくつに見えるか、皆さんからじゃあちょっと予想いただきましょうか。パパ多分思ってる年齢とちゃうんじゃないですか。あ、当たらない。それはちょっとどっちでしょうね、上か下なのか。パパ自身はまだ答えなくていいですけど、自分が人から見られて上に見られるんですか、下に見られるんですか？そうですね、上に見られる。上に見られる。え、そうか。え、そう、そうかって。明らかにおぼこいやろ。あ、皆さんから24とかね、35 30、あ、26 36、まあ、大体なんか25から35の間とかね、うろうろ。いや、25から35の間結構幅ありますよね。23、23、40、42 40代はね、さすがにないと思いますね。手帳よりね、全然全然上やんっていう。正解は言っていいですか？お、パパからじゃあ。正解は19歳です。20代じゃなく、全然上に見られてたっていう。まだ未成年。まだお酒が飲めないお年だでしたか？はい、飲めないですね。あらあら、まだ未成年。ちょっと皆さんもかなり驚きですけど。よく言われます。あ、じゃあ本当に上に見られるってことですね。そうですね、めちゃくちゃ上じゃないですか。3か4とか言われます、ね、はい。 30代をね、予想してた人は何やったんでしょうね。30はないですね、さすがに。マジかよ、19。お前ガンガン飲んでるやろうがって、ね、誰ですかそんなこと言ってんの。あ、めっちゃ飲んでそうな体やん。体つきがね、もはや飲んでそう。ちょっとマイクずっと持ててしんどそうですね。ちょっとじゃあマイク変わりましょうか。片手なんで僕ちょっと不利じゃないですか。打つスピードが遅いです。喋る時だけでいいやん、マイク当てんの。ずっと上に持ってるけど。あー、あ、おー、あー、移動しましたね。なんか引いたんですか？なんかちょこちょこは引いとった。ちょっとね、台のカメラもうしばらく待ってください。ちょっとパパの年齢が発覚したところで、ちょっと先に当たりそうなのはハデスですかね。外線はもう終わってますね。外線ちょっとね、まだ早い。まあ言うて今日の目標はゴッド引くことですから、まだ
リプレイ2年もしないです。とりあえずパパはダイエットから始めないといけないよね。パパちなみに体重何キロなの？体重70、はい、77とか、ね、なんかだいぶサバ読んだ感じがあるんだけど77。本当にそんなんのあります。パパね、はい、でもまあ体がまあふくよかですけど、そんなに丈が長くないんで。当たった。当たりましたね。ということは、いいのや、いいの。ハーレス、まあ、ちょっと凱旋と違ってハーレスのね、楽しいところ当たってからここからですもんね。あ、大体前足が見えてくるんで、はい、まあ、どうせ犬って皆さんもね、もうそういった予想してますけど。あれですね。はい、犬です。やっぱり当然でしょ。まあ、これは50とか最低保証。まさかの、あの、50、結構難しくないですか、50も。まあ、この間に5個引くっていう。なるほど、50ゲームあれば十分。右上がりめっちゃ引いてますよね。え？ちょっとね、犬引いてる間に、柏木店長、はい、何もないですけど。何もないね。天井行くんじゃないですか。あ、このままあと500ですね。雰囲気店長頑張れば天井まで目指せる。今日ね、目指せまんまいということでありがとうございます。クッキングパパ、普段休みの日何してるんですか？パパは休みの日に何してるんですか？休みの日は料理やな。料理やってません。料理はやってません。ピッキングパパの名前を名乗っておきながら。結構うちに行ってますね。ああ、やっぱり19歳若いと、もう休みの日でも、はい、もう店長ぐらいになると休みの日肩が上がらないみたいな。はい。あ、19歳の若さは羨ましくないんですか、店長？羨ましいですよね、19は。店長何してたんですか、19歳の頃？僕は学生ですね、その時は。はいはい、はい、何かに打ち込んでたり？いえいえ、うちに行ってました。変わらず。、はい、今も昔も。いや、それで言うと何か、おお、すごいっすね。こんな乗る100ゲーム。何で100ですか？中段リップで100ゲーム。なかなか乗せましたね。ここの店は犬しか出ませんよって。いや、そんなことはないでしょ。店によって出るあれ変わる。ゴッド引いてもね、確かにハーデスはその最悪犬みたいなプラス100ゲームっていう未来がね、ありえるんですけど、まあ、今日は4人いればどなたか引いていただけると思います。まあ、パパが3回引く言うてるんで、そうです、任せてください。なんでしょうね。パパ、その2時間で3回引ける確率あったら何でも引けます。何でも引けちゃうと思うんですよ。何でも引けます、任せてください。もうなんなら、あの、履歴の枠内にごと貯めますか。ああ、いけますね。ちょっとね、ミリオンごと打つ人だったらかなりの目標ですけど。コメントありがとうございます。和骨です。久しぶりの配信ですが、トーマスはどこに移動したんですか？ラピート。ラピート。
あ、同一人物トーマスでしょ。トーマスって誰ですか、ね、記者になりました。トーマスラピートだったら思い当たる。はい、トーマス誰でしょう。状態指導の、まあ、ちょっとラピートさんは、まあ、元気にやってれば、あれ今日は八尾大志土手のイケメンはいないんですか。イケメン今日はいないですね。 若松くん。あ、イケメンだね。あ、すいません、あのトーマスってあの別の店舗の八尾大志土じゃなくてあの元大東店の池田店長でしょ。トーマス池田店長、これ、ま、もうちょっと待っていただくとね、柏木店長。はい、もうちょっと待っていただくと池田店長がどこに行ったのかっていうのは。ああ、そうですね、まだまだ出てない、まだちょっと、はい、元森口の池田、そうですね、はい、トーマス池田さん、池田地球でも今日からまた八尾大志土手に、まあ、クッキングパパも放送に参戦して、やっぱ初回が大事ですからね、爪当てを残していただいて、ね、初回が本当に大事なんで絶対引きます。パパもだってラピートどこ行ったみたいなね。パパ今日何してるの。なんか19歳でパパっていうのも前おっさんぽいましたけどね。おっさんぽい。いやでもが今ね、視聴者の方がやっぱ30っていう予想もあったんで、この4人並んであの年齢順に並べてって言ったら下手したら一番上行っちゃうかもしれないですね。そういえば日本シリーズを見てふと思ったんですが、大瀬良くんってまだいるんですか。大瀬良くん投げてましたよ。元森口の大瀬良さんは今は扇にね、扇店に、まあ、コメントでもねいただいてますが、あっくんだったら扇店。あ、森口放送でもね、また森口から、お、あ、また扇店のね放送もあると思いますので、店長は日本シリーズ見てるんですか。僕は全然見てないですね。あ、そういうファンはない。見ましたよ、最後のとこ。最後のとこだけ。めっちゃいいとこですよ。ダイジェストで。いや、つけたらまだやってたんで。はいはいはい。大谷のさよならタイムリーを。え、何かこの皆さん応援してる球団が、熱狂的に応援してる球団があったり。おにぎり。プロ野球ファン。阪神タイガースの大ファンです。はい。え、もう根っからの、はい、じゃあちょっと今年はクライマックスシリーズにも届かなくて、はい、残念な結果に。まあ今年は若い選手がたくさん出てきてくれたんで、はい、あ、もうそれだけで、それだけで、まあ、シーズンの内容が良かったから、はい、まあ来年のための布石と言いますか。なるほどなるほど。じゃあ来年も金本監督に、そうですね、頑張っていただいて、はい、おお、そんな3年単位では見てないんで、はい、6ですね、はいはい、あ、大谷君がかっこよすぎる。阪神タイガースの大ファンということなら、西畑さん一つ聞いていいですかと、はい、今年のドラフトはどう思いましたか。ノーコメントでお願いします。ノーコメントで何があったんだろう。野球知らない人からしたら何したんだろうって。まあ本音で言うとドラ1で、はい、やめときます。ああ、そこでやめるんだ。え、パパ野球は全然興味ないんですか。あ、僕中学校野球やってました。あ、お、4番センター花井。4番センター花井すごいじゃないですか。おうおう、ね、実は足速かったんです。実は足も速くて。足は速ないやろ。ひどい。誰ですか今言ったの。いや、中学校の時は速かったです、はい、あ、中学校の時は足速い。今はもう走れません。走れない。いやいや、店内ね、走り回ってるじゃないです
今年は阪神の皆さんもね、やっぱドラフト最悪、今年はクソなドラフトやったから、スカウト部署は大減俸、他の土地ならいざ知らず、大阪出身が阪神以外のファンって想像がつかない。僕は、はい、兵庫出身なんですけど、はいはいはい、まあ西宮とかのお膝元だったりするんですか。そうですね、あ、僕住んでるとこは神戸市なんですけど、はいはい、まあ阪神のファンですね。なるほどなるほど。店長全くもうそういうスポーツのファンとかないんですか。お、あのヨーロッパのサッカーリーグ見てるとかそういった。ないですね。ない。何か店長に勧めてあげてみんな。あのワールドカップみたいなやつは、ね、見ますけど、4年に1回とかそういうビッグイベントは、はい、じゃあちょっとまた、今年、ワールドカップは今年ですか。もう来年、2018じゃないですか。18年、2年後。まあ言うてたらもうでも東京のねオリンピック。あ、店長今叩きどころ、店長今めっちゃ叩きどころ、きなな、4連ハーデスで4連は確定。ストップありますか。おい5連すれば、あ、でもとりあえず1個ですね、はい、天井手前じゃないですか。店長趣味馬白馬って競馬やる。ね、興味ある。興味あるんすけどね、はい、当たる気がしないでしょ。でもね、あのやっぱり当たらなくてもなんか応援してるのが楽しいとか、こうレース見るだけで応援して、まあ、競馬場はね楽しいですよね、はい、あ、でも近くやったら、おお、店長も当たる。金あるなら馬主にしろそこまでのお金馬主しようと思ったら何億って。ああ、競艇はたまにありますよ僕。え、船。はい、これは意外っすね。いや、結局競馬は、はい、いっぱい走るでしょ。まあ最大18頭とかね。あ、競艇はもう6艇って決まってるから。そうそうそう、安定のワンチャンス。はい、店長もケルベロス外線ダメですね。頑張りましょう。なんだかんだで主任ちょこちょこ乗せて続いてますからね、はい、だいぶ乗ってますよ店長も60ゲームで終了。よくある。ちょっとメダルが尽きたので取ってきます。はい、まあ、ちょっと凱旋全然誰も当たる気配ないんですけど。あ、花井パパは店内走り回ればすぐ痩せれるから大丈夫よ。いや、それが全然痩せなくて、はい、あ、ちょっとなんか頑張ってるむしろ、はい、まあ、太ってはないですけど走り回ってむしろ太るって何か別の要因があるでしょ、それは。でもこいつめっちゃ食うわけでもないです。あ、燃費が悪い。燃費悪いちょっとね、またクッキングパパはそんな若さでそんななんか病気になっても困りますから、ちょっと皆さんからもうこれやったらいいっていうね。でもずっとあれらしいでしょ、筋トレばっかしてるんで。筋トレただのデブではないんですけど、体重は落ちないでしょ。高校の時もう3年間ずっと筋トレしました、ね、はいはい、筋肉だけがついていく。あ、ストレスで太るタイプなんじゃないの花井君そんな悩みをちょっと柏木店長、部下がストレスで太ってるかもしれないっていう。いや、ないです、絶対ないです。入った時から丸かったんで大丈夫です。変わってないんじゃないですか。面接の時から変わってないです、はい、でも
パパ的にはもっと絞っていきたいんでしょ。はい、ちょっと柏木店長、はい、もっと何かあの役割を持たせて走り回らせましょう。クッキングパパをサボってんの。サボってないです。サボってないです。あ、痩せないイコールサボってるみたいな、そういうプレッシャーを与えていく。あ、小売店の勤務ですが、1年目店舗配属で商品補充やら何やらで走り回ってたら1年間で15キロも他に何もしてないのに痩せました。おー、すごいですね。すげえ。やっぱりそうやって普段からずっと動いてたら。でも新卒の子とか入ってからめっちゃ痩せる子とかめっちゃいますけどね、はい、あー、そこはやっぱもう見てて分かるもんなんですか。ああ、痩せたよねみたいな。もう何キロ落ちましたみたいな、よく聞きますけど、はいはいはい、え、あ、皆さんからあのでもコメントいただいてるんですけど、花井さんは変わりましたよね。あ、どういうこと。人がどういうことかな。ダメですか。痩せの大食い、デブの消食っていうのもあると思いますよ。食べてることには食べてるんですか、パパは。食生活は、はい、食生活は、まあ多分バランスは悪いですね。はい、バランスが悪いから多分こうなったと思います。もうなんか外食吉野家ばっかりみたいな。あ、いや、そこまで向かいの吉野家ばっかりみたいな。そこまではないですね。なんだ。僕水分がもう取る量、はい、尋常じゃなくて。はい。あ、水飲んでも別に太りはしないでしょうよ。いや、もう汗かく量が尋常じゃないんですよ。はい。それやったら逆に痩せるんじゃないの。そうやな、燃費がいいな。燃費会社 A じゃないですか。あれ、当てましたよ。当てた、当たりました。ただの水太りやん。あなたの子見せてくださいよ。あれ、西本さん、凱旋ようやくやっと当てれました。1回目当たって、じゃあ最後凱旋はもう赤7引くぐらいしかね、見せ場ないですからね。そうですね、まあ、なんだかんだでハーデスだったらペルスっぽのデモを見せ場ありますけど、あ、もしかしてクッキングパパが太ってるのは酒かって。飲めない、まだ飲めない年齢ですからね。飲めないお酒はダメですよ。水飲んでもうまく排泄できないとそれが溜まって太ることがあるってね。教えて。でも汗の量半端ないですよ。それを上回る量。皆さんもね、やっぱりパーソナルのお店だとあんまり走り回らなくて動かない、あの太ら痩せないって言われてるんですけど、いやー、サボテンでしょ。そこはもう個人差がある。花井さん、私です。誰ですか。誰ですかね。パパファンの方がね。誰ですかね。なんて名前ですか。パパ、ちょっと花井さんへのメッセージを届けますので。はい、もしね、今日初めて八幡秀夫さんの放送でクッキングパパ見たっていう方は、例えば明日お店で昨日の放送を見たよってね、パパに何か水のペットボトルあげたり。明日お休みなんですよ。あー、残念ながら明日といいますか今日の営業はいない。ちなみに全員いないです。全員いない。じゃあ、今日が日付変わって26日の営業になりますけど、その次の日は、はい、27は27はもう全員いるんじゃないですか。むしろ全員、ね、その日の方が都合がいい。その日ですね、その日のために。なるほどなるほど。じゃあ27日あのキコーナー、銀シャリのキコーナー応援日記を見ていただいている方はね、
もうあと思うんですけど、店長まだ誕生日が来ちゃいますか。誕生日が近づいてますね。ね、あの今日の営業日は誰も、花井さんクッキングパコンも店長も誰もいないということなんですけど、27日はね全員いるということで、はい、ぜひとも遊びに来ていただいて、ちょっとクッキングパパどうします、なんか合言葉決めときます。合言葉、まあ、今日の放送をね見ていただいてたという方っていうのが、まあ、急にちょっと声かけられたらびっくりしちゃうかもしれないですから、あのこういう風に声かけていただいたり、なんか合言葉を決めておけば分かりやすいじゃないですか。合言葉じゃあ募集します。あ、募集、合言葉を募集しちゃう。合言葉を募集します。えらい他人任せだ。水のペットボトルをね急に差し出されるみたいな。あれでもいいかもしれない。ちょっとクッキングパパには何か痩せれるような何か薬か何かをね。いや多分もう走るしかないと思いますね。お、じゃあちょっと明日お休みということですけど走りに行きますか。いや野球やってたんなら何かこう休みの日に運動したりしないんですか。しないですね。全くしないです。全くしない。むしろ痩せたい。大阪マラソンあるじゃん。大阪、あ、近づいてますね。柏木店長、はい、まさかの大阪マラソン。急にもうあの普段から走り込むとかじゃなくて、もういきなりもうレースに出走する。はい、あれは勝手に出れないですかね。いや抽選とかですか。ちょっとね、もしご視聴いただいてる方で、あの出場経験が終わりの方がいらっしゃいましたら、ちょっと調べてみましょうかね。多分応募とかで抽選だと思います。ああ、有名人とかもね結構走られますもんね。合言葉は、おお、店長、人事、人事中のヘルゾン。ここちょっと黄色スタートですから、手早く引いてワンチャンス。店長むちゃくちゃレバー叩くの強いですね。ラスト、おお、当たる。当たりましたね。ということはまたジャッジメントを上乗せして、いやー、おめでとうございます。とりあえずワンちゃん以外で欲しいですね。なんだかんだで50ゲーム、あ、60ゲームスタートでしたけど、店長、もう、おー、おーおーおー、あ、見せ場がここで出てくるんですか。来たー、なったらっそ。さすがです。店長、もうどうやってメダルをドル箱に移しましたけど、ここで乗せれなければ、いや、マジかよ。いや、ドックンドックンになりますよ。そうそうそう。で、もう500ぐらい乗せちゃいますか、店長。あれ、花井君、どうしたの。あれ、静かだね。ちょっともう、店長、すごいことになってます。あれ、店長、あの、カットインすら聞こえないんですけど、どういうことなんですか。おい。まさかの。まさかのカットインなし。狙わせてくれない。やばい。パターンですか。絶対揃わないですよ。店長、ラスト2ゲーム、あー、やっと来た。弱い。やっとカットイン1回。怖えなー。順調すごくない。もう1ゲーム、店長、もう1回あります。もう1回あります、チャンス。あー、100ゲーム。はい、最低保証。お疲れって。まだでもジャッジメントのループストックがね
あるかもしれませんので、これ最後に続きますか、うん、ストックがありそうな気配は正直ないないないあ、相当ちょっとね、分かんないという方でしょうかね。この狙いっていうのは目押しできなくても損はしないんですか。これはしないと思う。しないですね、はい、損はないですが、まあ揃っても揃わなくてもね、演出というか上乗せはねありますのでね、はい、波だけ守れば。店長、犬2匹分やんかって。いやえ、伺ってなかったですけど、何ゲーム乗せる予定だと。え、予定は何ゲームぐらい乗せる予定だ。いや、500ぐらいは乗るかなと。いや、犬波やん。これは上乗せじゃなくて罰でしょう。100ゲーム。いや、ここでまたね、このゲットした100ゲームでもう一回ね、ジャッジメント取れば。あ、クッキングパパたくさんね、ダイエットのコツと言いますか、ゆっくりでもいいから長い時間動き続けるのが大事。あ、そんな筋トレとか短期間でね、やらないで時間をかけて動いた方が効果的だよと。ちょっとこれを機に、はい、2時間ぐらいじっくり散歩しても汗流したらいいねんでと。ああ、マラソンじゃなくても。じゃあ散歩していきますね。散歩で、はい、ちなみに大阪マラソン10月30日開催ですので、あと4日後でした。そうですね、紛れて走ってみたいです。いや、多分死にますね。エントリーはまあさすがにいや、とっくの昔に終わってました。今年の4月で終わってました。あ、半年前でもう締め切られてました、ね。安心しました。ああ、それでも参加するのに1万円とか結構なお金かかるんですね。お、ちょっと中断期だな。ここでもう一回ハーレスリベンジ。ここでまた乗せますか。1、7。パパはどこ散歩するの。じゃあちょっと散歩のコース決めときましょうよ。散歩のコースはどこら辺を散歩するのか。どこ、はい、公園とかですかね。ざっくりですね。またざっくり。じゃあちょっと八尾から頑張って天王寺ぐらいまで出ましょうよ。歩いてですか。それか八尾空港の滑走路を走るとか。結局歩いて汗を流しても、はい、それ以上の水分を取ってしまうみたいな。これで歩いてるけど、はい、音でかい。音です。でかい。クッキングパパ絶対散歩する気ないやん。痩せる気はあるけども、多分散歩ぐらいじゃ痩せないでしょうね。痩せない。じゃあ本当にもう サウナとか通えばいいんじゃないですか。もう汗をもっと排出して。むしろもう痩せなくていいです。痩せなくて、諦めちゃった。諦めますね。お客様からコメントで体重何キロって声かけるわ。それがね、じゃあ合言葉にしましょうか。あ、全然声かけてくれたら教えます。純粋にそういう方いるかもしれない。散歩バカにするなと。あ、マラソンはだいたい1万円ぐらいの散歩。じゃあ目標決めて歩いて天王寺駅までとか、そういう目標決めた方がいいとね。どこら辺を散歩するかなくて、あ、ちょっと遠くまで行ってもう帰り電車で帰ってきてもいいじゃないですか。なるほど。じゃあこのまま南に歩いて行って、まあ、それか谷町線を北上していくとか、ね、
ソロにこの僕のダイエット企画みたいになってる。あの毎週体重計乗って。毎週。あの次のニコラマまでに何キロ。等身大パネル作ってね。あのビフォーアフターみたいな感じ。サウナに入ってそして目覚める。おあれマジ巨大化からの続かない、店長のところで聞きにくいんだけど前髪は薄くなった気がします。誰店長。いや薄くなりましたよ。激圧はあそっか、前兆で激圧が出ちゃったんですね。激圧これはハーデスかな。ハーデスの方が出やすいんでしょうか、どっちがいいんでしょうかって。いや、大戦も今ちょっとね、当たりがないだけで外戦も外戦でこっからですから、こっからですから。そして誰が出てくもう最近これしかほんと出てない気がしますよ。あでも上乗せでっかい。これで店長のハーデス絶対抜きましたよ。100は超えましたから。ワンワンを。あまた上乗せでかい。30ハーデスから超える。130? たまにすごいワンちゃんいますから。140これでラスト。あまだ乗せる。おえお全然続くじゃないですか。すごいな。あいやうまいっすね。店長のハーデス何だったんでしょうかね。カットイン1回しか来なかったハーデス。ハーデス使えねえよ。もうこれ見てる限りでは店長が一撃も300枚。そうですね。店長どんまい。オツです今どんな感じですかってことで、まあ、4人でちょっと満枚を目指すということだったんですけど今のところ2人合わせてハーデスだけで1200枚、1230枚。そして凱旋は1セットで終わったので、はい、300枚ぐらいですか。それが1セットで400枚出しちゃいました。引き強そこで15枚役の引き強じゃあ3台合わせてちょっと待ってパパ当たってないのかな。パパがちょっとおとなしすぎるな。おとなしい。そろそろ1時間になるけど。今5と引くために引きを貯めてるんやな。最後の最後にね。今から3回引くよ。枠内3連引いてくるためにね。おお。ちょっとなんで当たったかわからないです。当たり。外線で謎当たりっていうのは結構嬉しいって言いますかね。モード上がってないのに当たったりみたいな。凱旋でもいいところ赤7だったりハーデスもゴト確率はね一緒ですから。ドックはいいんだよゴットを見せろよ。あ先ほどちょっと前髪が薄くなった気がするって言われてましたけど店長の大ファンです来ましたよ。あのね髪の話題はダメですよ。ダメ。あの NG あの船谷君が怒るから。そこですか。そう、店長は先ほどジャッジメントのループストックはあるかもしれない。はい。これちょっとハーデス100だけじゃね、今日打ってるのこれ全部6ですか。6でしょう。これ今の凱旋の当たり方はそれっぽい感じしましたけど、ちょっとね、もし4人揃ってまんまいけなかったら、店長どうします？
明後日の今日の、ね、営業は誰もいないみたいなんですけど明後日27日は、ね、みんな揃ってるということで27日は激アツですね。謝罪します。チャンス、チャンス1回。おーおしれっと、やっぱりさっきのループソックスがあったっぽいですね。髪の話題ダメ、ペッペッペーって船谷くんの髪を写してよやめてそれ斉藤さんだぞ花井くんの台静かやね。いやもうなんだかんだでまだでも天井まで折り返しぐらいですか。さあ店長、ここからですよ。3回目のジャッジメント。まあ、犬もね、ハーデスも出したんで、次はそうですね、ペルセポネあたりで。お姉さんですか、誰でしょうか。何ですか、これは中段。うわおい、まだ2回リベンジ今度こそ500ゲームですか。どんな引きっすか。いいなまた、またカットインが来ない。店長、いや店長、どんどんレバー叩くの強くなってきてますよ。なんかさっき見た景色が全く一緒ですけど。いやそんなことはない。いやべえな。手変えてみた、左手に変えてみた。いやいや、せめて1回は、せめて1回はカットインは。デジャブ、デジャブフリーズ。ゆっくりやってみた。ゆっくりレバーを押してみた。あっ、全く同じ、全く一緒じゃないですか。9ゲームで、9ゲーム目でカットイン。いや全く同じ展開ですから。いやでもラスト分かりませんよ。当たります、当たります。おお、当たります、当たります。あれ、なんか言うてる。外線当たります。いいや、いいや。おっしゃいや。あーおっ、来た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 。おっ、続く。おーおお続くけど、おっ、店長。継続確定です。店長。おお、いきなり。継続。ポセイドン。2連続。ハーデス出るって相当稀なんですけど、今全部当たってますよ。あ、前代今コートゲームリプレイですか。店長すげえ。いやついにパパ当たりましたね。パパ当たりました。あ、ポセイド、ポセイドです。ちょっと交代ハゲ頼むわ誰のことですか。ここのハーデスやべえぞ、違う意味で引くのは引けるけど乗せれない。まあでもまだまだループストックありそうな感じしてきましたね、店長のハーデスですが、ちょっと店長ここで交代ということで、ね、今準備しておりますけど、ネギさん、今日の罰ゲームのラインナップ何かありますか。今日はじゃあちょっとそんなクッキングパパのために、クッキングパパのためにですね、あの健康になれるドリンクお持ちしておりますので。おお、これこれ4人でまんまいかなかったら4人でまんまいかなかったら、もう4人でまんまい、もう確定じゃないですか。だいぶ厳しくないですか、4人でまんまいは。それでもねえ、パパ最初に3回ゴッド引けますって言ってましたからね。まあそれは余裕ですよ。余裕、余裕です。まんまいけそうね、4まんまいけそう4人でまんまいね。ハーデスってこんなにしょぼいのかってまあ乗せないと100でね終わってしまいますからね。頼みますよ。なんだかんだで一撃1200枚出てるじゃないですか。はい、もう
結構コツ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 乗せるんでね。はい、ということでちょっとね店長に代わりまして代打聞こえてますか。ちょっとイヤホンつけてみて。ハーデス VS 凱旋で負けた側でいいよってちょっと今凱旋チーム圧倒的に無理です。ハーデス凱旋、あ、そうしましょうか。ちょっと西和さんも副主任これやばいよ。意味大丈夫ですかね。凱旋はもうコツコツセットでね乗せていくしかないですから。そうですね。でもなんだかんだ言って2セット目で西畑の主任は1セット目400枚で2セット目264枚、はい、まあ、平均するとまだ引き強ということで、柏木店長の代打ということでやっていただきました。ちょっと改めてちょっとカメラに向かって自己紹介していただいてよろしいですか。なんで今入ってる、今入ってるんで柏木店長の代打カメラに向かって社員の前田です、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、この台いわくつきがありまして、ハーデス2回連続引けるんですけど上乗せできない。どうしたもんか。あ、任せてください。まあ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 ゴッドを引くのがまずなんで。そうですね、今日の目標は何といってもゴッド引きましょう。こんばんは、今日は大指導ですかということで、本日もね、八尾大指導から生放送しておりますが、ちょっとね、ハーデス乗せてから、倉谷不審も何もなく駆け抜けそうな、そうですね、これ、あれですよね、犬が頑張った160ゲームですよね。犬160クッキングパパ、パパは当たりましたけど、これでもう複数セットは確定してる状態ですか。いいなら乗っけてほしいな。いや、ここでね、上乗せしないと僕はあれですね、はい、次のセットまでは確定してます。確定してるんで、もうこれででも3人合わせたら500枚、1300、1400枚、まあ2000、ハーデスで2000枚ぐらいは、約2000枚ぐらいはある。出るな。凱旋は2台合わせてまだ800枚ぐらいですね。1000枚いってないぐらいですね。はい、あ、それでも4台で3000枚出てるんだ。結構出てますよ。出てますね。で、ハーデス短期間でこれ次また上乗せすれば1500枚まで、 あと8000枚いけそうなの。あと1時間で8000枚いけますね。あれ、パパいける。いけます。そしてここで西畑さんが終わってしまうとちょっと失速ですね。いや、なんだかんだで、でもパパ当たったは当たったんですけど、えらい引き弱な感じするんですけど300枚いかない。こっから、ね、あ、こっからキナナ5連続させて、はい、順増枚数的にも上乗せもして、ちょっとね、カメラ調整させていただきます。すみません。
音でっかいですね、はい、ちょっとね、ゴッド並ぶとね。パパは最終的に270枚。いや、こんなもんでは終わらないです。こんなもんでは、次のセットでちょっと巻き返しますか。そうですね。あらら、最終的に何枚？僕で5000枚は行きたいですね。一人で5000枚、欲張るな。そう、そして、あれ、また船谷さん、ちょっと煽りが。はい、どん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 、まだ乗って始めました。おお、あ、30ゲームもう一回続いて。おお、デジャブ、デジャブで終わりです。ダメ。またゲーム数巻き戻っちゃいましたね。150ゲーム、まだ戻りました。すごいね。というより早くゴッド聞こうよ。ゴッド欲しいっすね。ゴッドね、行けたいっすね。そんなんいいで、フリーズ早うって。パパは19歳なのにそんな打ち方できるのはなんでなのって、高校の時打ってたの。パパね、結構打つの早いって言われますね。かなりの高速ですけど。パパの若さなら最近何打つのかね、皆さんもちょっと興味持っていただいてますけど。僕はやっぱりハーデスが、はい、先生ですね。あー、もうホットベタベタなところ行きましたね、パパ。けどシュラまだ打ったことなくて、はいはい、もうずっとシュラ打ちたいって言ってるんですよ。はい。今日は凱旋ですけど、凱旋もでも好きなんでしょ。まあ、凱旋もストックのあれなんで好きは好きですね。はいはいはい。高一から打ってたやろこれは。天性の打ち子なのかな。打ち子、出た出た、俺悪ぶるやつ。これでもパパね、セットここで終わってしまったら、でまた800とかハマったらえらいことですよ。いや、もうハマらないですよ。パパはここから10連ぐらいします。10連パパね、あの、何でも言っちゃい、言っとけばいいみたいな感じになってますからね。パパは4号機時代から売ってたやろ。そんなわけないんじゃないですか。パパそういう時はゲーセンで打ち込んでましたって言ったら大丈夫やね。なるほどね。まあ、けどゲーセンでは売ってましたね。あ、実際売ってたわ。はい。まあ、最近ね、そういった、ゲームセンターでも番長2とか、はいはいはい、意外と最近の台じゃないですか。はい、北斗の初期とか売ってましたね。ビッグマウスやった。パパはシュラ打つなら天性の方がマシやでってね、入ってないから仕方なくシュラ打ってる。いやけど絶対シュラの方が面白いと思うんですよ。まあ演出はね、いろいろ選べたりするみたいですから。そうですね、パパ的にはそっちの方が好み。はい、絶対面白いと思います。いやー、パパの打ち方見てたらずっとゲーセンでやってたと思われる慣れた打ち方って。慣れてる疑惑だ。ゲーセンですよ。あー、シュラーは面白いと勝てる、両立してないけど。いやー、シュラー絶対めちゃくちゃ面白いですよ。はい、じゃあちょっと皆さんね、パパだけじゃなくて最近ちょっとこれはという機会ありましたら教えていただきます。いただきたいんですけど、じゃあお隣の西畑夫人。はい。パパがね、最近シュラ打ちたいって言ってるんですけど。はい。副主任的には。
これはというのはありますか。僕も転生が好きだったんで、はいはい、まあ、転生の方がいいかなと。転生派。佐藤さんは僕ですか。はい、シュラが転生ですか。シュラと転生だったら、いや、シュラ打ったことないんで、ね、あ、まだ打てない。まだ打てない、はい、トモよりは全然やっぱ転生なんで、あ、そこ一個飛ばしてシュラなんて通常クソほど特殊攻撃来ないから、あ、そこ考えると転生の方がいいっていう方ね。まだまだ置いてるとこいっぱいある。あ、そうですね、まだまだね、転生は元気ですから。私犬です、今あなたの画面で待機してるよっていや、これなかなか終わんないですけど、あ、柏木店長が先ほどね、ループストックでゲットした台がもうそろそろ終わりそう。そして田中さんが全然ゲーム数減らさないので、もう一撃5000枚、あ、1500枚軽く超えて、これ2000枚まではいけそうですかね、ゲーム数的には。ぐらいですね。まあ、そんなことよりゴッドを引きたいですけどそんなことより、そんなことよりゴッドをね、ハーデスで楽しませてもらいたいハーデスせっかく生きててもね、カットインなしで終わっちゃったらあれですから見せ場のないハーデス。凱旋の方は、いやいやいや、パパ、パパどんだけ引き弱いの15枚役全然引いてないやん。やばいですね。え、どういうことそれやばくないそれ。え、 G ゾーン100ゲームぐらいあったんですか泣きそうです。え、パパどういうことなの。かといって特殊役引いてるわけじゃないやん。パパ1セットで150枚ぐらいしか取ってないやんダメですね、もう。さあ、ね、こんだけ打ってて誰がゴッド引くのか。あ、お客様からね、バジ3を1000台入れてほしい、バジ3たくさん買っとけば値上がりして儲かるかもよって。1000台、あ、もうそろそろね、そういうバジ3とかの話もね、出てきてますから、今後、まあ、何台入るのか。弊社小川です、ゴッドが見たいですあ、弊社側さん、弊社さん、ありがとうございますさあ、パパ2セット終了して、終了しましたね。結果470枚。ここから、どういうこと。ここからです、ここからです。2セットで470枚って純増 2.3 枚とかじゃないの あ、終わりそう。終わるやろうか終わりましたね、これ終了。ここからやな。ここからですね。ここからここからですよ。そして、お、会場へステージ来ましたね。おう、まだ僕正直何で当たったかわからない謎、まだ3回目の謎当たり7名とかじゃないですか。まあ、強い役引いてないですけどね。ああ、ゼウス右上がりじゃないかな。私ペルセポネ、いつになったら出してくれるの。でも次もうそろそろジャッジメント来ますよね。出してほしいですけどね。こんばんはです。大当たりは出ましたかあの、ハーデスはね、調子よく2回引いた方がいらっしゃるんですけどね、上乗せできなかったっハーデス2回引くのもだいぶむずいんで、当たりは出てもゴッドが出ない。さあ、310ゲーム964枚ということで、まだループストックが、あ、当たるんじゃないですか。当たるやろ。文字巨大か。当たったでしょう。2回目、3回目、はい、また謎当たりですか。そうですね、右上がり引いたんじゃないですか。まあ、右上がりは引いてるけど、ゲーム数的にわけわからん。神殿でスルーすることってあるんですか。もちろん
新年で結構引っ張られてっていう可能性はありますよね。当たりは出てもゴッドが全然出てない。そしてハーデスのループはなさそう、わからない。これでもうハーデスは2台合わせて3000枚、すごいですね。そう考えるとすごいですね。あ、そんなに来ました。もうあら、もうこのまま船谷さんが2000枚、ね、あれあれちょっと待って、なんかえらい足踏みしてますねこれちょっと満枚ね、4人で満枚っていうのが一つの目標ですから、なんとかゴッドは引きたいですね。どなたかが引き戻して、ハーデス VS ガーチ戦だとどっちが出るんだろう、出てるの、まあ、今のところ、ハーデスが2台合わせて2700枚、で外線が2人で1000枚ぐらいですかね。1000枚、まあ、まさかのパパがね2セット470枚っていう残念な引き終わるんですね。そしてもう西畑さんも終わっちゃいます。続かせましょう。謎当たり、そうです、謎だ、そんなに謎当たり、謎ではないと思います。多分ゴッドを知らんだけじゃん。いや、あ、正直凱旋はあまり詳しくないです凱旋は詳しくなかったんだ。いや、まさかの店長があの時乗せなかったからって。店長満杯でねえんじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ店長、何を売ってるんですか。店長全部外してるちょ、まんまい出てるじゃないですか。 V ハサミなんでしたっけ。お、 V ハサミ、 V ハサミなんでしたっけ。なんでしたって何、熱いこと、熱いこと。やっぱ871やが一番熱い。それお客の残りってまさかのね、こんな短時間で店長まんまい行きました。まんまい、いや、まだ9520枚ぐらいですね。 あと400、ね、460枚でラスト80ゲームありますんで、順増そのままでいけばまだ200枚ちょっと足りない。明日そのまま置いとけよってこれ、まあ、こんな短時間でまんまいまでいけるもんなんすね。いけるもん。これはひどい。ゴスローなら4倍やぞ。逆に言うとね、まんまいかないでこれで終わるってもうかなり残念な結果ですから、これ何が何でもまんまいまで到達して、ちょっとお客様の心の残りをあのままね、もし売ってたらまんまいってましたよというところをね、見せていただきたいと思います。ここ店長がゴトしてると聞いてゴトじゃない、ゴトじゃない、なんとなく、なんか売ってたら出てたの。店長、それがあるからまんま企画したのよ
じゃあそろそろ今だった。これでじゃあ4人合わせて出てる枚数が、あ、今船谷さん2000枚オーバー行きました、行ったと。なんか急に順当スピード上がりましたね。最後20は乗ってますけど。あー、なるほど。これで全員合わせて1万3000枚、1万4000枚弱。すごい、すごい、やらせかよ。いや、売ってたやつは続かない方がいい。あー、なるほどね。お客様心理、お客心理とすればそのまま終わってほしい。自分が打てた台なら見たくないって。さあ、ちょっとクッキングパパね、どこ行ったんですかね。あれ、パパめっちゃ出てますわ。今16ですね。え、パパ何セット目それ。今16ですね。16セット、20は行きたいと思ってるんで。20セット目指して今何枚出てるんですか。4414枚。ちょっと5000枚見えてきた。はい、パパ乗せすぎでしょそれは。さすがにどんだけやるんですか。ってことはもうみんな合わせて1万5000、7000、1万8500枚ぐらい。ちょっと店の信頼なくしそうですね。お前も書いて。お前ら自由すぎるやろ。ちゃんと残してやる。パパも大移動したのか。お前ら客の台を暴徒するな。みんなせこい。しれっと不正するなと。あれかゴッド何回引いたんそれ。ゴッド気持ち的には4回引いてるんですけど。これでもクッキングパパ、5000枚届かなかったらちょっと残念な結果になりますからね。あと2セットは自力で任せてください。そして何より店長がね、これまんま行くのかどうかっていう。客のメダルを奪ってこの数値かい。いや、メダルは奪ってない。メダルは奪ってない。ゴッド出るまででも帰れませんだからね。なるほど。ゴッドは誰も引けてるところはね、いけないですね。お、これもしかしてあるんじゃないですか。ループストックあるかも。罰ゲームはこれは店長とパパに決定って。パパ何してんの。パパ、はい、パパどうしたんですか。何やってんの。ちょ、パパ何してるんですか。パパ今ゴッド、もったいない。今ゴッド聞いたらえらいことっすよ。ペナゴット、まあ、どうせ閉店時間になったら、あ、開店時間になったらやめるんやろって。ちょっと待って、マジで帰れなくなる。いやちょっとこれはループストック、ね、ハーデスのループストックはなさそうですかね。27ゲーム28ゲーム、これちょっとここで2000枚オーバーで終了。はい、それではちょっとね、今柏木店長がどうなってるのか。あら、当たりました。じゃあぴったり30、あ、1ゲームで31。え、あったんですか。まだちょっと諦めかけてたんですけど。まだ続く。とりあえず犬以外でいただきたいかなと。そろそろ、そうですね、ずっと犬ですから。犬以外で、もう犬しかもう来る気しないですけど。言うてたら来るやないですか。ワンワンを。あ、パパ終わってしまった。16セットで4500枚。え、お前せっかく動いたのに。あれ、あ、パパ終わらしちゃう。いや、終わらないかな。そして犬が順調に50ゲームで終了する。はい、お、上がりましたよ。終わりました。パパほんまに終わりましたね。
え、そこで終わらしちゃう何やってんの、移動してペナってる場合ちゃうで、パパ。いや、まだ諦めるのは早い。あ、まだわかんない。まだ早い。ゴッド飛行や。ゴッドですね、ほんとに、人の代を取って終わらせる。悪いことってできないようになってるんだなって間違いないですね。なるほどね。まあ、ただ、まだちょっとね、わかりませんからね。何十ゲームか様子見ましょうか。そうですね。ただ、この50ゲームで2100枚、2200枚。いやー、でもあと30何個しかないですね。100枚ぐらいしか。なんだかんだ言って、でもね、粘ってで、トータル、これはもう自力で736ゲームね。これはもう正真正銘。これは正真正銘の自力で。これって打ってた人が不必要だったのかな。お、当たった。お、ジャッジメント。このね、すぐハーデス行くで。ありがとうございます。まさかの3連続ハーデスがありえちゃう。16セットで4400枚開かない1回だったら引き弱になっちゃうんじゃないかな。そしてパパはもう本当に終わらしちゃったみたいですけど、一番引き弱いんですよしょうもないな一番こん中であんだけ言っといて無能ハーデス君出てくる。いや、終わりかけ、あれ犬でした。終わりかけでゴッド行きます。あ、パパお詫びゴッド。ああパパチャンス。犬は順調に60、50で終わりそうですけど、あ、続く60ダメ。そして柏木店長はというと順調に伸ばして、今枚数がついに9917枚。もう残り100枚弱で1万枚突破。来ましたね、ここまで。で、残り50ゲームなんでこれは超えるでしょうね。おで、犬確率 90% ハーデス出ても100やし、この店絶対ヤバいヤバいって。あ、これはね、綺麗にもう店長が1万枚突破させて、まあ、それでも自力で出してるのが、あー、船谷さんもこれまだ分かんないですけど、ループあればまだ終わらない。店長、もう残りベル4回ほどで万枚いくそうですね。残り4回ベル引けば5回、残り5回で万枚。なかなか最後がちょっと足踏みしてますけど、でもゴッドって通常苦痛だよね、ハーデスも、まあ、通常時がね、まあ、好みあると思いますけど。おこれはでも、これはもうまだあるんでしょ。まだループストックありそうですか。あー出ちゃった
店長お、まんまいまんまいまさかこの時間で パパとは違うな。パパはね、5000枚届かなかったのに、パパはすぐ終わらしちゃった。あ、めぐれえ、みんなおめでとう、棒読みって感動がない、あめぐれって。何枚で突破させて、この後にまた何かね、残ってるかもしれませんからね。残りでも22ゲームですから。パチパチパチって。じゃあちょっと次は2万枚目指して。ガセ？あんの？あれ、花谷さん、これはもうさすがに、さすがに終わっちゃいましたか。あれ、なんもないとかあるんですか。2ゲーム、これラスト、これでなかったらもう、ああ終了。まあ、それでもお一人で2000枚オーバー。あ、これは全長、あ、ジャッジメント、ソロウ時事中のジャッジメント、ありがとうございます。強いっすね。あ、入った、入った。あれ、どういうこと。あれ、なんで、なんで入ってるんですか、ジャジメント。ハーレス、ハーレス、あ、ペルセポネ、あ、ペルセポネ、お、当たってる、お、これは揃うでしょう。そしてフリーズはなし。あ、初じゃん、ペルセポネってね。いや、全部見せるだね。全部見せて1万枚も超えて不正すなって。その日店長はキコーナの信用と引き換えに万枚を達成したのであった。まあ、1万枚超えてまだまだね、いけそうですけど、これいよいよ万枚突破した台も終わりそうな気配はしてますね。通常戻って、あ、ペルセポネ2回揃えて逆回転はなし。あ、あるんじゃないですか。お、最後に、あ、 G ストップ、 G ストップってやつですね。おお、あ、どうぞ。おお、ペルセポネ何気に続いてませんか。隣は安定のワンワンでしたが、あ、終わらない、終わらない、ペルセポネ終わらない。おお、あるんじゃないですか。ちょ、これまさか、しかもストロフ、あ、来た来た来た、急に忙しくなった。終わりました。おお、何だったんでしょう、 50% とかだったんですかね。そして1万枚突破した台もついに終わりですか。終わりを迎えそうな。そしてなぜかクッキングパパは5000枚突破を逃した台をまだ追っているという。最後まで諦めてません。いや、ペルセポネ様がお怒りだ。あ、ペチセポネ様がお怒りだ。誰ですか、弊社小川ですか。ってことはペルセポネ1回で3回7揃えたってことですかね。250いったんで、4回、4回、わー、万枚突破した台はこれは終わったっぽいですね。まあ、見事この最後万枚を超えまして、ということで凱旋は何気に
西畑さんが G ストップで乗せる、はい、2セット目1回抜けてまた早めに引き戻した感じですか。そうですね。そして枚数表示引き継いでるってことはこの船谷さんのドットゲームはやっぱりループだったんでしょうか。あのやり飛んできたはいはいすか、ね、あれで外れるっていうのはねなんか変な感じですもんね、はい。通常あたりは犬が 96% ハーデスは 3% ペルセポネ 1% ハーデスの方が高いの。これでじゃあもう西畑さんの GG と今打ってるゴトゲーム、まあ、今のペルセポネの乗せはこれ消化できるかギリギリですけどちょっと凱旋とハーデスで行きましょうか。自力でもう2500枚に近づいてるんですけど、ペルセポネは 0.5% あスーパーってことですかね。そう西畑さん今回はまた順増3枚超えるペースでいけそうですが凱旋結局クッキングパパの4500枚がなければ1000枚2台合わせて2000枚いかんぐらいですか。2000枚弱あどうせだったら締めはゴッドでお願いしますって。いやゴッドまさかのゴッド引きたいっすね。誰が引くんでしょうか。パパかな。パパはゴッド引けなかったらどうするんですか。もうその場で お腹の肉削ぎ落としますか。パパそんなパパ悪そうだったりしてたかったね。それはちょっと勘弁だぜ。俺ゴッドです。お休みしていいですかいやー降臨してください最後に。押し順を間違えることが AT 中にあるんですけどペナルティってあるんですか。当たりますね。ペナは抽選されないじゃないですか。多分パパ当たりました。え？パパ当たりました。ブラックホール演出？はい。4回続いたんです。あ、4回目。じゃあちょっとパパ最後に頼みますよ。この100ゲームでもうじゃあ全て終わらせたいと思いますので、まあ、パパせめて純増 2.8 枚ぐらいは行きましょう。 2枚ぐらいですね。そうですね、あの15枚役のナビが全然来ないんですけどひたすら3枚役ばっかりなんですよ、パパ。いや、気候な名物、2時から気候な2時になったら音引いちゃう。パパ、ほんと15枚役、どこ行ったんですか。やっと来ました、15枚いや、やっと来たやっと来ました、やっと来ましたね、リプレイ連続でもいいですからね。3枚役引かなければ何らかしら上乗せの、ね、チャンスありますからハーデスがようやく残り200そしてこちらが終了150ゲーム460枚。なんかちょうど順当3枚ペースで来てますね。凱旋よりハーデスの方が面白いっていうのがよくわかる配信あれパパそんなこと言われてますよ。
なことないです。せめて赤7ぐらい。そんなことはないです。そうですね、赤7のまた100ゲームずつ乗せていくっていうね、面白さもありますからね。プライベートで売ってるんじゃないんだ、なんだったから、うん、当たりそうだったら、カメラ待っててよって、ちょっとね、申し訳ありません。パパは順当なマイペース、あ、いいペース、いいペース、3枚ぐらいです。3枚ペース。もう出玉は十分すごいの分かったから、ゴッドに、ゴッド狙いに切り替えていってください。いや、気持ちはずっとゴッド狙って、気持ちはね、もうマイゲーム、マイゲームフリーズ、マイゲームフリーズとなってるんですけど、いやー、これはちょっと確かに出玉はすごいことになりましたけど、何気に西畑さんが何か乗せてるっていう、何で乗ったかわからないです。何で乗せたかわかんないですけど、あの、な、謎の乗せを全然こと分かってないよ。ハーデスはわかるんですけど、ちょっとハーデスはわかるけど、ちょっとね、外線はわかんない。演出で出てくるあの緑のハテナって何なんですか。ハテナ、それハーデスですよね、多分。あれが3つ並べば上乗せするかもという。入るやろ。なかなか。もうパパめちゃくちゃ調子いいじゃないですか。あー、もう全然ダメです。さっきの純増 2.4 枚っていうのは何やったんですかね。これで折り返したら純増 3.6 枚ぐらい。そう、かなりのハイペースですね。やったやん、やりました。パパ中1から打ってる実力を見せようよ。実力者パパ頑張ってね、ママより。頑張ります。ママいるんで。ママより、まあ、これでハーデスループ速なかったみたいですので、2台合わせて3000、4000枚ぐらいですか、2台で。まあ、柏木店長の最後打ってた台を含めると1万4000枚ぐらいですか。パパ、息子も起きて応援してるから頑張って。まあ、この残りの40ゲームで、あ、30ゲームで行きますよ。失速してきましたよパパ。さっき見た時から全然増えてないんですよメダル。このちょもちょもない。1回ぐらい黄色挟んどきましょう。もうこればっかりですよ。もうそれしか出ないじゃないですか。パパこのペースだとまた順増3枚切りますよ。もうゴッドじゃないみたいですよ。絶対この打ち方は19歳じゃない。みんなからね、パパの打ち方にちょっと黒疑惑を。ハーデスはもう時間的にちょっとギリ取り切れるぐらいですか。乗せなければパパ最後まで黄7引けない。純増3枚割りそうですよ。なんとかいけそうです。なんとかいけそう。虹からゴッド見せてください。いやこのままだと西畑さんもね、まだまだ謎当たり続いてますけど、何で当たってるのかがね、分かんない。絶対謎ではないですよ。
このゴッドの初当たりは、はい、多分中断のリプレイで当たってると思うんです。はいはいはい。あ、今回はおそらく中断のリプレイじゃないかと、はい、で、キナナ太陽の演出で外れが出たんで、はい、何かしらのモードにいたかと思います。はいはい。あ、何のモードだかわからんすけどそれがわからない。はい。これまたゼロ煽りしてるってことは、あ、ここで G ストップはない。はい。あ、パパギリギリ順ぞ、ギリギリ超えましたね。あと1回引けてなかったら3枚割ってましたよ折り返しまでは余裕やったのに。ああ。ハーデスの方がベルレンはするよね。終わりそう。あれ、あららら、らパパ最後、あ、終わる。あ、 なんとか最後の最後に必要にあのチャンスボタンじゃなくて先にあのプッシュをしちゃうっていうねここみたいな。あ、先にしょっぱい、パパしょっぱい出玉しょっぱいっす。おお、また中断機なので、終わんないっすかね。あ、終わんないっすね。またデジャブで乗せてる。いや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 、わ、終わんないっすね。終わんないっすね。マジ30乗せて、あ、めっちゃ今揺れました。いや、そんなことよりデジャブフリーズ、パパごめんなさいそんなことよりデジャブフリーズなんですよ。一応引き戻してる。いや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 、どうなってるんですか、ハーデス。50ゲーム。いや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 。30。壊れましたね。壊れた。残り100ゲーム切ったぐらいやったんじゃないですか。そうですね、100ぐらいやと思うんですよ。いや、虹引き子来た。終わんないっすやん。残り440とかになってますやん。まだ終わらん。80パーループとか。 G ストップ来ました、 G ストップ。え、パパちょっと待っといて。パパちょっと待っといて。赤門来てますよ。パパ待って同時にやる。いやいやいや、終わんない。これやばいな。これは残り終わんないですね、本当に。中断機なので何回乗せるんですか。ああ、さすがに。あれ、ああ、あれ、あれ、 V。 おお、そんなびっくりある。外れました。え、ダメでしたね。見せれないですわ。あのデジャブパパ、はい、G ストップ消化してる間にまだ乗せてますよパーです。これ取り切るまで、あーっとまだ続く。これ4桁見えてきましたよ。ゴッドよりないけどね、こんな、こんなえげつないことありますか。いやもうこれハーデスの柏木店長100ゲームは何だったんですかね、あれまだこれ閉店するまで終わらないやつじゃないですか枚数取れなくて終わるやつじゃないですか。3000乗るわこれそれ明日置いといて据え置きしますこんなデモ基盤でも出ないでしょこれはい、さすがに終わる。いや終わんない。え、船谷さん、はいはい、これもう無心でレバー叩いてるんですか。何も考えないようにしてるんですか。もう何も、いつ終わるのかなって見てますけどもういつ終わるんやろって終わんないっすやん。800
800超えた。800ですね、これ。怖っね。いやいや、どういうレバーの叩き方してももう終わんないっすよ、それ。俺、今から聞こうな、八尾大志堂店並んでくるわって。明日、朝からこの残りでね、お出迎え怒られるか。いや、マジで線見えてきましたやん。ほんまにできそうっすね。線、あ、こういうこと言うとね、終わっちゃうんですよね、おそらく手前で。ちょっとよく出すと。よくをね、出しちゃうと。終わんねえ。いや、これ、凱旋完封なきまでに完敗じゃないですか。やられてますね。さあ、もう残り70、80乗せたら1000ですか。あと、そうですね、あと3回ぐらい。はい。あ、プッシュをして色を見せてって。これはプッシュボタンを押したらデジャブフリーズの継続率が、あ、まあ、上の、あ、100いった。ここですね。ここが多分色変わる。赤赤赤そらそうでしょう、そらそうでしょう。しかも100やばい。何気にその節目で100乗せてましたね今。また100。プッシュボタン押した途端になんか乗せるゲーム数増えたんですけど、これなんですか。そういう攻略法ですか。どういうこと。100に昇格したの。なんでこれもう1000乗っけてますよ。1000超えました、純粋に。デジャブフリーズ1回で1000超えた。これ、ゴッド引くより難しくないですか。こんだけ継続させようと。これすげえ。で、最大で 80% とかですか。じゃないですか。ですよね。いやいやいや、あ、わかった。あー、さあ、いやいや、えげつな。えぐっ。このまま置いときます。これ、これ明日このまま残り1187で、え、これ消化するまで今日やるんすよね。2時間。フルで打っても2時間はかかる。あ、ちょっと待った。はい、じゃあ最後にこのジャッジメント見て終わりましょうか。いいパパ。1188ゲームのせい、いいパパで残しとくよ。プライベートだったらよかったのにねって。それは言わないお約束です。それを考え出しちゃうとね、とりあえず2時からもコーナーですよね。最後の犬が若干頑張る、若干頑張って100見えてくる。はい、犬は110ゲームということで、パパ何してるんですか今。600枚ぐらい。パパ何気にしれっと、しれっと出しますよ。しれっとやってるじゃないですか。そしてしれっと西畑さんも、そうですね、継続して、まあ、ちょっと順増は若干下がってますが、800枚。順増通り行けば900枚取れるかな。はいはいはい。あ、パパは今回のセットはかなり順増頑張ってますから。キナナ4連しました。あ、キナナ4連、次で5連目。あ、どうせ次のゲーム引くんでしょ、どうせここで引くんでしょ。ないんかい。元がダメでしたね。さあ、ということでこれで、まあ、もう凱旋 VS、 あ、ハーデス VS 凱旋、乗せ方ハーデス越えの番犬。
身長100でしたからね。払いのゴッドで行こうか。さあパパが残り何ゲーム？ここ T ゾーンで。あ、この残りセット見て。でもどれだけ出してもゴッドは出てないという大嘘。いや、もうゴッド以上の何かがあったでしょう、さっき。いや、普通に1日ゴッド2回引くよくはむずいと思います。だって 80% で平均40ずつ乗せていってたとしても25連したってことですからね。80% で25連、1100近く多分乗ってた、ね、乗りましたね、トータルで。店長は終わったのってことなんですけど、店長は万枚突破して1万何百枚で。そうですね、はい、はい、見事万枚出しました。見 事、 、はい、見事にあのお客様のお残しをいただきまして万枚達成。はい、万枚達成。まあ、このまま今ね1100乗せた台打っていけばおのずと万枚は、まあ、万枚は難しいかもしれないですけど、まあ、最低5000枚はいくでしょう。まあ、プラスそこでゴッドとか引けば、ゴッド絡めるともう終わんない展開ですかね。全部据え置きでよろしくお願いします。1100乗せた台は据え置くわけにはちょっとね行かないのかな。いや乗っちゃうのかな。まあちょっと今日の好調台かもしれない台ということで。いやおめでとう店長棒読み。さあちょっとパパそれはもうないんじゃない。ああるある。いやパパある。もうゴッド引いてやゴッド最後最後っすよ。パパ見せますよ。あと何ゲーム。あとじゃあパパ50枚クレジット入れてそれだけ打ちましょう。それでパパここでゴッド引いたら伝説になれますよ。レジェンドオブハナイ。ああハナイ君期待してるよ。パパいける。ああクレジット50枚でゴッド、まあ、オス1ゴッドみたいなもんですからね。ああ閉店打ち切り確約です据え置き。このまま明日朝ねこのさっき1100乗せた台で打っていただけるのであればコインもそのままでお願いします。パパもう何もなく終わりそうですねこれ。あのチャンスボタン攻めてねなんか最後に1回ポーンって。さあそろそろさ今日の先番決めていこう。俺は店長。俺は店長だなんて思ってないよ絶対に。僕ですか先番は誰かと。でも機種別に見れば圧倒的に、まあ、店長のまんま抜いたとしてもハーデスが。そうですね、はい。まあ、外線どうなんでしょう。コンスタントに西畑さん台勝ったりも取れて。そうですね最初だけハマったんですけど、はい、そこからは200ゲーム以内にコンスタントに、はいはいはい、見せ場がないんでね、まあ、そこしかないと言いますかね、うん、乗せてなんループさせてなんぼなんぼと言いますか。店長を待たすなんて偉くなったよねパパ。えまだ終わんない。ラストパパあとおあと3ゲームメイン。はいパパ何の見せ場もなくクレジットを消化して終了ということで。あの G ストップさえね生かしてればねもうああ
あの4400枚のダイさえ生かしていれば、あれをすぐ終わらせました、ね、あれを終わらしちゃったのはね、ダメでしょうね、あんなタイミングよく終わるんだっていう。さあということで今日の先般まあただもう一目瞭然ですが、ちょっとハーデスの勝利と凱旋となんか、ね、美味しいドリンクがもうちょっとパパの、ね、健康のためにご用意させていただきました。入ってない、聞こえない、ちょっと待ってくださいね、パパのために。いや、花井くんだけには上司として連帯責任これでちょっと喋ってもらいますか。これでいいですか。ちょっとパパの機材の調子が、もしかして汗で壊しちゃったのまさかの、あれ、ちょっとじゃあベルト外していただいていいですか。こっち乗ったんじゃん。汗でしょ。聞こえる？これ。ああ。復活しました。ああ、パパ、大丈夫ですか。いけました。はい。復活しました。何だったんでしょうね。ちょっと解析班に回しておきます。パパ、はい。健康になるために、はい。ちょっと一杯飲んでいただきたい。ああ、凱旋チームにね。はい。あ、凱旋チーム。はい。じゃあ店長にお渡しします、ね。めっちゃ飲んでほしそうやね。何あれ。何ですか、それ。注ぎましょうか。鹿児島県産、はい。黒亀。ツボの黒亀ツボ、酢をね、ちょっと健康、こんなん全然大したことないやつでしょ、これ。健康のためにちょっと原液を、これなんかと混ぜるやつじゃないですよ、これ。これはそうですね、お湯とかで割って飲むやつなんですけどね。え、結構手ちょっと注ぎましたね。割るやつって言ってたら原液をね、これは店長ついだもん。これでもパパの健康のためには匂い、匂いはどんな匂い？いや、これ一回匂ってください。何の匂い？オスの匂い。え、なんかもう鼻からまさかの店長鼻から。え、もう匂ったことないです、これ。店長ちょっと匂ってくださいよ。普通に鼻からの匂い。これはちなみにどういう効用が？そうですね、黒亀ツボ、ツボス、どういう効能かはちょっと書いてないんですけど、朝とかいう適当な量の水やお湯などで薄めてお飲みくださいと。え、直接飲んではいけない。だから直接あかんから鼻から飲んだい。直接はね、危ないからね。ストローとかで飲んだい。ここでも匂いますよ。店長、鬼やな。え、これ量的にいけますか、これ。え、西里さん、どんな匂いなの？よちあいかの匂いがします。いや、それどころじゃないです、絶対。一滴湯でやってたで、ビール鼻から飲む。ちょっと何情報。一滴湯は多分それ世界の果てでやってることだと思います。鼻から飲むのは鼻ですか。まあ、じゃあちょっとね、乾杯と言いますか。あ、
お二人でね、一気にググっと。一気ですか？一気に行っとかな。ちびちび行くとなんかね、後に残るかもしれないですから。もう流し込んだ方がいい、はい、これ飲んだらもう、明日からスッと。うん。で、明後日7の日来たら、あれですか、もうスリになってんじゃん。そうですね。なるほど。驚きのクローズ効果。オスの効果で。出ちゃう。じゃあちょっとグッと行って、最後に、店長からね、店長からお二人でこのお知らせを。していただいてお別れしたいと思いますので、そのままの勢いで、そのままの勢いで、こういきますか、じゃあ、じゃあ乾杯で、乾杯で、はい、お誕生日も近づいてるということで、はいはい、いいね、しゃべ、声が出ないぐらい。これはペチャペチャペチャ言うのはね、ペチャペチャ聞こえるのは何だったんだろう。10月27日木曜日10時オープン八幡市道店770台設置でお客様お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。え、パパ何も喋ってないですよ。27日ですね。770台、はい、お10月27日。同じこと言ってね。あ、ペチャペチャ言うな。それ気になるんですけど。いや、これ本当にやばいですなってるの、このペチャペチャは。ペチャペチャは僕らおじいちゃんみたいになってる。顔顔って顔やばい。店長もお手本見せといたら。いや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 、考える時間。まあでも店長もね、やっぱり、今日日付が変わっても26日になってしまっていまして、ちょっと残念ながら店長今日はお店にいらっしゃらない。はい、クッキングパパもそうです、ね、ちょっと今日はお休み。お休みです。私も、あ、みんな私もあれ、はい、まあでももちろんね、今日のこの後の波に乗ってハーデスバスンと狙っていただいても、ね、いけるでしょうね。このノリでいけますし、デジャブフリーズ、1時間ぐらいデジャブフリーズしといてくださいよ。そして、日付が変わって、明日なんですが27日になれば、はい、パパも出勤出勤してます。何時から？4時ですね。4時から16時から朝晩で、はい、はい、そして皆さんもね、店長も27日は、はい、います。お店でお待ちしておりますということですので、はい、こちらもね、朝はもちろん10時オープン、明日も明後日も10時オープンということで、はい、はい、はい、遊びに来ていただければと思います。お知らせの方は以上でよろしいですか。あ、同じ日に何かね、取材、何でしたっけ、天下無双、天下無双はありますね。天下無双もね、はい、取材もあるということですので、はい、はい、ジャンバリさん、はい、こちらもね、ジャンバリさんの情報で何かチェックしていただけると、うん、いいと思いますので、こちらの方もね、合わせて27日木曜日ですね。ぜひぜひ、はい、ぜひ。パパ全然喋ってないけど、いや、もう素がすごい、素が聞こえない。そして西田さんも、もうなんなら動いてないですけど。いや、今ちょっと混乱してます。混乱してる、はい、混乱してる。天下無双って何だったっけ。あ、そんな感じに、はい、そこまで思考能力がね、落ちてきてしまいますが、まあでも皆さんね、ちょっとパパに会いに来て、痩せろと、ちょっとお叱り、お叱りを、励ましをいただければと思いますので、ぜひお願いします。27日もまたね、はい、貴子の八尾大使堂の方に遊びに来ていただければと思います、はい、それでは本日も2時までこの辺りでお別れしたいと思います、はい、2時までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。100店舗すべてお客様に自信を持っていいお店だと言えるように書きました。同じ思いで頑張っていくことによって今後の目標も達成できるであろうという、はい、願いが込められております。皆様にとって身近な存在になっていただくためにこの言葉を選ばせていただきました。全ての人々に
愛される。頑張りが実を結んだ。お客様が満足できるようになっていただき、ありがとう。まだまだこれから。200店舗300店舗とノーツコーナーノーライン広がる楽しさのはこのお店で遊びたい。いつまでも輝きを忘れず頑張れ。